ジョーのサードシーズンとなっております。はい、というわけでお久しぶりです。正重勇気です。そうですね、私は多分出てたのがファーストシーズンですよね。もう何年前になるのかちょっと私もね覚えてないくらい前なんですけれども、ちょっと久しぶりなのでこちらルールの方を見てみたいと思います。それではジョードのルールを説明します。実践時間は5時間、収支が500枚もしくは2500玉プラスになるごとに夢玉を1つずつ獲得できます。獲得した夢玉は抽選ボックスに入れ、挑戦者が出揃ったタイミングで大抽選会を実施。見事自分の色の玉が出たものが真の女王となります。はい、ということで本日はですね、メガガイア一宮さんで、実践の方を行わせていただきます。そうですね、とにかくもう夢玉を夢の玉を掴みに行かないといけないということで、しっかりとね立ち回ってプラス収支、しかもちょっと大きく狙わないといけないですよね。500枚、1000枚、たくさん出せるような機種を狙っていきたいなと思っているのですが、どうしようかな。まあでも私もおそらく多分初めての店舗さんなので、常連さんたちついていくなり、まあ台数が多い機種とか、メイン機種の方に行こうかなと思っております。ただこの番組とは相性がいいと思ってますので、はい、今のところ、2000、2勝、まあ2000ですけど勝率 100% なので、その勝率を 100% 切らないように今日も守りきりたいと思っております。はい、それでは実践の方行ってみましょう。皆さんどこに行くんですかね。ちょっと一瞬ついていこうかな。地張り多すぎません？すごくないですか？めちゃくちゃ多い。こんなに入ってるとこ初めて見ました。やば。まあそうですよね、せいや。そうですね、おきどきでよ。でも結構出てるのかな。昨日めっちゃ軽いですよね。めっちゃ軽いですよね。じゃあこっちの角にしようかな。最近朝一カニ歩いててめっちゃ成功したんですよ。だからちょっとここから狙っていこうと思います。それでは正重はですね、朝一オキドキデュオを選びました。朝一台をちょっとどうしようかな。カニ歩くとかはまだ全然決めてないですけど、まあ、とりあえず打っていこうと思います。はい、まあ、打つのも2回目なんですけど、どうだろう、たまたまね、多分たまたまなんですけど、ちょっと前にね打った時にすごい成功しちゃったんですよ。まあ朝一台ちょっと狙ってみようかなと。でまあ調べながらその時も打ってて、まあ全然私もまだまだわからないことだらけなんで、今日も調べながらになるんですけど、まあ、天国上がるまではなんかちょっと打たざるを得ないじゃないけど、そう、初代とかだとまあ200ゲーム以内そのチャンスモード行ってなかったらもういいやみたいな。でそこで当たったらまあ B にいるだろうな、よし頑張ろうみたいな感じだったと思うんですけど、デュオは
違うですよね。200ゲーム抜けてもここのテーブルにいる可能性がじゃあ高くなるから、じゃあ打とうみたいな。で、ね、200ゲーム以内、まあ、早めに当たったら当たったで打とうみたいなそう、結局やめれないってなってちょっと怖いなってちょっと思った時もっていうかね、1回しかやってないですけど思いもしたんですけど、はい。まあでもね、なんかね、うまいこと言っちゃったんですよね。その日はね、4台打って朝1台をカニ歩いて、全部ね、すごく早めにそのレンチャンモード行って、で、なんかドキドキも確認できたりとか、そう、意外とね、なんか一個一個ちゃんと出てくれたんで、そう、すごいうまいこと言っちゃったんですよね。設定変更時、初回モードの選択割合が、テーブル14、15だとボーナス2回以内に必ずレンチャンモードなんですが、そのテーブルの14、15選ばれる確率が 23.4% と、まあまあ高いから、朝一、まあ、設定変更リセットがかかってるホールは、まあ、狙い目ですよっていうことなんですけど、そう、チャンスだったら200ゲームで以内で当たるし、まあ、確率もボーナスの確率もね、軽かったんですよね。はい、早速200ゲームあ、超えました。はい、200ゲーム超えてしまいました。めっちゃ見ちゃいますね周りを。なんか私朝から何やってるんだろうすごい悲しくなる。いや、ちょっとカニエもっと当たるまでとかもう怖い、ダメだ。前回はね、それでいけたけど、ダメだ、ダメです。いや、やめた方がいい朝一から天井行っちゃうんですか、嫌だ、超嫌なんですけど。このペースでいくと、初当たりまで3万円ね、もうちょっとわからないですね、どうしたらいいのかわからない。え、マジで普通に3万いきそうなんですけど。早くないですか、ね、まだ多分回転して1時間ぐらいなんですけど、はい、3枚目が入ります。まあまあ、でも1000枚ぐらいなら全然出せる気はするんですけど一撃でね。ただ1000枚まだ1回も当たってなくての1000枚なんですよね今ね。一発でそれは上がってくれたらいいですけど、そうじゃないって考えたらこの倍かかってもう完走じゃないけんやん、それは無理、じゃそれは無理やろ。遅すぎ。いや、もうほぼほぼ天井ですよ。753ゲームめちゃくちゃ時間かかりましたね、レギュラーボーナス。はい、総投手が27本。マジで朝からちょっとハマりすぎじゃないですか。ボーナス終了時にちょっと点滅を確認してテーブルがどうか、はい、資産伸びて、この後のことをちょっと考えましょう。もうやだよ。はい、あ、右だけついてる、右のみ
テント偶数テーブルのに滞在期待が 80% なので、1379、まあこの辺がちょっと消えるかなっていう、まあ12、14の可能性がかなりこれで上がったかな。12だったとして、今ちゃん、B にいたとして、一発で天国にお願いします。はい、20ゲームまあでも初代よりもちょ天国行った時の当たりの確率が重いんですよね。15分の1くらいだったかな。だから20ゲーム超えても全然可能性は全然あると信じたい。32ゲーム目、ドキハナチャンス、あ、来た、来ました、来ました。はい、いやーマジでこれは決めたい、本当に決めたい。迷惑でも 100%、 迷惑じゃなくても 50% ある。今日の一日が決まると言ってもね、流れが決まりますよ、本当に。 50% お願いします。ここでね、タイトル赤だと 95% あるんですけど、ボタンとか出て、お願いお願いお願い、復活、復活した、復活した、復活した。あー、よかった、ありがとうございます。はい、34ゲーム目です。解き放チャンス成功しました。マジでよかった、本当に嬉しい、本当に嬉しい。はい、ボーナスエンド、いや、とりあえず一安心。はい、いや、ほっとしました、マジでよかった、本当によかった。こっからまたね、育てるのか、もしくはもうやめちゃうのか、後ろ髪を引かれつつめちゃくちゃ悩んでたんでね、また偶数、8割偶数だよってシナリオテーブル、うん、言われて、いや、また悩むやみたいな、12、14の可能性高くないみたいになっちゃうとね、すごいやめづらかったから、あ、レギュラー、はい、9ゲームレギュラーボーナス、うわーって思ってたんですけど、もう本当に助かりました。ドキハナチャンス最高、楽しい。はい、うん、デフォですね。はい、5ゲーム目ピック、よし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 一応天国で第一的には850枚くらいあるのかな。ドキドキだと約1190枚、いや、まあ超えていきたいですけどね、これは。はい、大丈夫でした。あれぐらい聞いちゃうな。はい、12ゲームです。ホレンちゃん、
ド。ちょっと次はビッグが期待。今5連チャンでレギュラー3回ビッグ2回で500枚なんですよね。500枚ぐらい。はい、とりあえずまだいてくれてマスター、ビッグすごい交互に行きますね。はい、19ゲーム。ちょっと待って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 、この時点で気づけっていう話なんですけど、めっちゃヨーグルト飲んでました今待ってここで引くの確定役です。ダブルで引かっちゃった。うわ、しかもなんか聞いたことない歌聞けてる。ちょっと待って、写真撮りたい。とりあえず回します。もったいない、一生見てたいんですけどもったいない。すごいいや、なんかさっきね、通常時回しながら、まあ、えらいハマってたじゃないですか。でもね、こんだけハマってもなんか汚れシステムとかないしなみたいな、なんかあればいいのにってちょっと思ってたんですよね。なんか私にあったかもしれないですねドキドキとかやったら光ってますよね多分ね。そうか、はい、まあ G連ですっていう感じなのかな。はい、ビク、うん、ほんとね、どうせならここまで光ってほしかった。ドキドキランプまで光っててくれたら最高でした。あら、はい、はい、すっごい、なんかずっと煽ってたんでもう決まってたってことですよね。やった、まくれるかなちょっと気が早いかな今750枚ぐらいなので、あ、でもまくるだけじゃダメですからね。そうですよ、今日は夢玉を獲得しないといけないから、さらに500枚上を目指さないといけない。とりあえず、はい、いや、なんかいいおしゃれな曲ですねこれね。はい、8連チャン。ね、またすごっ、ちょっとね、ランプがどうとかは、まあ、解析が出てないというか、出てこなかったんで分かんないんですけど、まあまあとりあえずラッキーですはい、はなーって言ったのかね。またなんですけど、やばくない、やばくないですか、すごい、これはまっくりましたね。まあ、ビッグで200枚でしょ、1300の次もね、また1G連、はい、もう1500枚ですよ。やばくないですか、すごい、わかんない、確定役のおかげかどうかは知らんけど、はい、あそこで決まってたのが1個だけなのかね、もしかしてね、ね、待って、もうどうなるん、こんなんね噂してたらまた来たんですけど、やっぱ
いや、すごすぎるよ。ちょっと待って、もう違う曲流れ出しちゃったよ。2人でね、歌うやつ2人バージョン。え、ここまで光ってほしかったって言ったんですけど、光りました。はい、やりすぎですね。はい、怖いですね、本当にさっきも一生見てたいと思ったけど、すいません、一生見てたよマジで。これやばい。はい、2人バージョンのね、エバーラスティングラブまで聞けちゃいましたやばい、はあ、でもうすでにね、光ってた状態からさらに確定よくで、次はもう超時ランプまで行きました。わあ、はい、いやでも一生光らせておきたかった、見てたかった。もったいなかったね、揃えるのが。逆に下とかある？すごい13回目。ちょっと次どうなるかね。あ、そんなことなかったコングラチュレーションって言ってる。え、もうどういうこと、次最後かな、ってことなのかな。はい、エンディングですね。うん、はい、ってことはもうこれどうなるんやろな。はい、30とかじゃ、35とかじゃなくなるのかな。うん、そうですね、もうこのまま増えていく感じですね。2400までいくのかな。はい、いやまさかのエンディングです。2400枚コングラチュレーションということで完走しました。ありがとうございます。いやーよかった。モードテーブルがちょっとね分かるんですけど、 A はてなはてな A はてなはてな E だったんで危なかったです。本当に取れてよかった。どうしようかな、ちょっと気になりますね。ドキハナチャンスでやめてきましたね。フレンチャン抜けてすぐってこと、わかんないんですけど、私天国に上がった後にドキハナチャンスに行ったことがない。あの落ちてからですね、すぐ行ったことないですよ。だからこれワンチャン天国じゃないんじゃないか説。そう、昨日がねめちゃくちゃ回数ついてるんでちょっと避けたんですけど、しかもこれドキハナチャンス外してるから次 50% でボーナスの後ついてくるわけですよ。ありかもしれないですね。ちょっとこっちにします、移動します。はい、というわけで、オキドキデュオ2台目ですね。あの打ってたの後ろの台に来てみました。まあ初当たりが朝一119ゲームでその後228まで行ってるんですけど、まあ言うてそんなハマってないですね。でその後5817来てるんですけど、ドキハナチャンス、チャンスゾーンにね入って失敗してやめていかれたんですよね、この台は。そうだから1個前が17ゲームでレギュラーを引いてるんですけど、実はこれは天国に上がっての17ゲームではないんじゃないかなと思ってます。おそらくなので、まあ一発上げてね、ちょちょっと連チャンしてくれたら、まあこの持ち玉をね減らすことなくというか、増やせるんじゃないかな。はい、はい、来ました来ました、161ゲーム
いやもう全然私にしては全然早いレギュラーボーナスでしたけど、いやこの後のね32ゲームと33ゲーム目を楽しみにしてるんで、はい、レギュラーでいい。はい、ボーナスエンド両方点滅ですね。いや光らなくても 50% でドキハナ来てほしいですね。ちょっとそれをやりたい。はい、これで32ゲーム天国には上がってないけど、ドキハナチャンスがないですねないですね。わ、それはショックやわ。私なんか毎年1月は割と勝てるんですよ、なぜか。去年が本当にボロボロすぎて、2021年めちゃくちゃひどかったんですよね。本当に勝てなさすぎて病んでた病んでたんですけど、はい、本当今年に入ってからは意外とやれてるというか、そうなんですよね、なかなか出せてるんですよ。あ、すいません、めっちゃ悲しいんですけど、はい、一箱結構パンパンなやつが飲まれましたね。はい、うわー来た、635ゲーム、レギュラーボーナス、はい、めちゃくちゃ減りましたよ。もう本当になんでこんな目に遭うんだと思ってめっちゃへこんでるんですけど、いやでももういいよ、当たってお願い。あ、右だけ点と偶数ですね、お願いします。もう疲れたもう通常時は疲れた、もう嫌だ、抜けないでほしい。あとはもう32ゲーム以内にいっぱい光ってもらって、それなりにちょっと返してもらってもう投げやりみたいになってますけど、信じたいとか言って、はい、31、32、はい、ドキハナチャンスはお願い、ネクスト、ドキハナチャンス、お願い、本当にお願い、ここ、ここ決めて、すごく連チャンスして終わりましょう、お願いします。 50% 以上デフォですね、お願い、ボタン、ボタン、うわー来た、ないけどよかった、ドキハナチャンスしか勝たん右だけ、はい、ドキハナチャンスしか当てるじゃないんですけど、本当マジでよかった、1000枚取り返して、1000枚で足りるかな、足りてないかもしれない、もうちょっと頑張らせてもらって、はい、ボーナスエンド通常ですね、デフォ、いやよかったよかった、とりあえず一安心、いやさっきみたいな展開にならんかなね、もう一回、まあでもそんな2400なんて贅沢は言わないんで、平均的な、あ、ごめんなさい、やってますこれは、あ、もうねえ、追加で光ってほしかったな、はい、ビッグ8ゲームです。一応3連チャンかな、
あ、かなちゃん。久々聞いた気がする。イエイ。はい。やったー。4連チャン。ビッグボーナス。結構帰ってきましたね。うん。よかったよかった。まあ400枚だから600。まだ足りんけど。ボナスエンドデフォですね。はい、行きましょう。まだまだ欲しい。1000枚、最低1000枚。はい、29ゲーム、30、31、ない、ラスト、ない、終わりました。はい、あ、まあないんですけど、ちょっとなんかなんとなく回そう。うん、はい。はい、終わりましたね。え、結構あっさり終わっちゃった。4連か。ウィッグ3回いけたからちょっとは出たけど物足りない。次戦終了、お疲れ様でした。はい、ということでもう早速結果の方を発表したいと思います。投資の方が27本入れましたね。まして初当たり引くまでに、そう、1回目の当たりを引くまでこれだけ入れちゃってるんで、もうどうなることかと思いましたが、回収の方がなんとですね、見えないですよね、1825枚となっております。夢玉一つ獲得です。ありがとうございます。いやー、もうあの感想がなかったらね、どうなっていたのか、もう考えるだけで恐ろしいですね。ちょっとやっぱり一歩じゃね、あの心もとないっていうか寂しいので、ぜひまたサードシーズンは、あのもう1回ぐらい、もう2、3回ぐらい読んでいただけると嬉しいです。はい、ということで今回のね実践は以上となりますが、次回もぜひ楽しみにお待ちください。ということで今回はこの辺で、ありがとうございました。